んにちは、ジョージです。本日は海外向け eSIM のセイリーを紹介します。海外旅行に必須といえる SIM カード、セイリーなら eSIM だから SIM カードを入れ替える手間がないし、事前に設定するので現地での時間をロスしない、そして現地 SIM と変わらない通信の安定感と安さが魅力の最新の eSIM サービスとなります。早速セイリーの魅力や使い方まで完全ガイドしていきます。このチャンネル限定のクーポンもあるので、ぜひ最後まで見ていってください。それでは行きましょう。はい、それでは海外向け eSIM セイリーについて解説していきます。まずセイリーが信頼できるサービスかってとこなんですけど、セイリーを販売するのは世界的に有名な VPN サービスを提供するノード VPN の商品です。また海外で使う通信は現地のキャリアの電波の中から安定している電波に自動で切り替わる仕組みなので、日本で言えばドコモとか au とかソフトバンクにつながります。だから安定した通信が行えるサービスなんです。さらに SIM カードと eSIM の違いについて簡単に触れておくと、まず SIM カードには契約者情報が記録されており、今まで主流だった物理 SIM カードはスマホ本体に直接 SIM カードを挿して認識させていました。それが eSIM だとデータとしてスマホに組み込むため、 SIM カードを差し替える手間もないし、 SIM カードをなくす心配もないんです。ただし eSIM は便利な反面、注意点もあって、 eSIM に対応しているスマホであり SIM フリーのスマートフォンじゃないといけません。先に自分が持っているスマホが eSIM 対応かどうかを確認してみましょう。まず電話のキーパッドに#06#と入力して電話をかけます。するとすぐに数字とバーコードが表示されるので、表示された画面に EID という項目の番号が記載されていれば eSIM 対応の端末となります。 SIM ロックについては iPhone であれば設定、一般、情報を見れば確認できますし、 Android は 2,3 年前の機種であれば設定、デバイス、もしくは端末情報という項目の中で SIM カードのステータスを見れば分かります。直近 1,2 年以内に発売された Android スマートフォンであれば SIM ロックが禁止された後なので、そもそもそういう項目がないかもしれません。 eSIM 対応で SIM フリーなことが確認できたら、セイリーに登録していきましょう。概要欄にあるリンクからセイリーのページに飛び、アプリをインストールしてみてください。次にアプリを開いてアカウントを作成していきます。アカウントは Apple ID か Google アカウントのみで、メールアドレスで登録はできません。アカウントが登録できたら eSIM のデータプランを購入していきましょう。セイリーのデータプランは非常にシンプルで、 1GB から購入ができて、多分近場の旅行でよく使う 3GB と 5GB、欧米などへの長期旅行で使えそうな 10GB と 20GB までバリエーションはいろいろあります。価格についてはアメリカドル表記で、為替のレートの影響は受けますが、現在1ドル153円で計算してみても、 1GB は約610円、 3GB は約1222円になります。容量ごとに使用期間の設定があるので、旅行する期間が収まるように選ぶのは注意ですが、価格はリーズナブルだと思います。購入するプランが決まったら決済画面になります。決済方法は Apple Pay、クレジットカード、Google Pay、PayPal の4種類になります。さらにこのチャンネルで使えるクーポンコードを入れると、初回のみ 15% オフで購入できます。クーポンを使って例えば台湾のデータプラン 3GB を購入すると約1039円ですし、 20GB で言えば642円オフの3640円でプランが購入できますので、ぜひ概要欄にあるクーポンコードを使ってみてください。決済が完了すれば次は事前設定をしていきましょう。これからすることは日本を出国する前に行います。データプラン購入後にそのままの流れでやるのが楽です。旅先でスムーズに通信を行うために漏れなくやっていきましょう。まずは eSIM のインストールです。決済が完了するとこの画面になりますので、 eSIM プランをご確認くださいをクリックしましょう。それで eSIM はインストールされたので、次はアクティベートをしていきます。アクティベートとは eSIM の情報をスマホに読み込ませて通信ができる状態に準備をすることです。アクティベートをした時点で購入した eSIM のプランの期間が開始されるので注意が必要です。まずは新規 eSIM をアクティベートを許可にします。あとは Wi-Fi 環境のある場所で設定が終わるまで待ちましょう。数分で完了するので、次はセイリーの eSIM に名前を付けていきます。
画面の上に表示されているのが普段使用している日本国内の SIM、 その下にあるのがセイリーの eSIM です。クリックをすると名称を選択するかカスタムで名称を作成するかが出てきますので、旅行なら旅行を選択して完了としましょう。次に先ほど名称を設定した旅行にチェックを入れます。この時モバイルデータ通信の切り替えを許可はオンにしてはいけません。オンにすると日本で使用している SIM が自動的に現地で切り替わり、そして現地の電波を受信してしまうため高額請求になる場合があります。なのでここは許可しないようにしましょう。これで例えば iPhone の場合であれば設定モバイル通信をクリックすると SIM の一覧が表示されるので、その中に今回設定した旅行が含まれていて、日本の SIM はオフ、旅行用の SIM はオンになっていれば準備は完了です。次の項目は現地に到着したらすることになります。現地の空港に到着したら iPhone の設定モバイル通信 SIM の中にある購入した SIM を選択してデータローミングをオンにします。そして機内モードを解除してインターネットに接続できるかを確認し、接続ができていたらあとは旅行を楽しむだけです。ちなみに僕は日本国内でセイリーを試してみましたが、僕のいる場所では au かソフトバンクの回線に自動で切り替えを行っていました。通信速度も計測してみると十分な速度が出ていたので、やはり大手キャリアのいいとこ取りをするから安定感がありました。次にセイリーを使って快適に海外旅行を楽しむ方法3つを教えます。紹介する方法は iPhone をベースにしていますが、 Android でも似たような設定があるのでぜひ探してみてください。一つ目は eSIM のデータをできるだけ抑える方法です。 iPhone の設定モバイル通信購入した eSIM を選択してデータモードのところで小データモードにするとバックグラウンドで余計なデータを使用しないのでデータの節約になります。1ミリもデータを無駄にしたくない人におすすめです。2つ目 eSIM のデータ使用量を確認する方法です。セイリーで購入したデータプランの容量をどこまで使っているか気になる方はセイリーのアプリを開いて eSIM タブで確認できます。残りデータ量や有効期間がわかるので安心です。さらに iPhone の設定モバイル通信ページ下部にスクロール、そうするとどのアプリがデータを使用しているのかが見れます。先ほどの小データモードと合わせて旅行中に必要がないアプリをオフにしておくと余計なデータを使用しなくて済むので安心です。ただしセイリーにもデータプランの上限 80% になった時だけ通知をくれる設定ができますので、必要以上にデータ上限を意識しなくても 80% の通知が来たタイミングでデータの追加をアプリですぐに行えるので旅行に集中するのもありです。3つ目は Google マップをダウンロードしておくです。 Google マップは事前にダウンロードしておけばオフラインでも使えます。ダウンロードしておけばもし通信が不安定になったり容量オーバーになった場合でもお守り代わりとして Google マップが使えます。方法は簡単。まずは Google マップで旅行する場所を選びます。例えば台北に旅行へ行くのであれば台北と検索します。表示されたページの中腹に経路とか保存っていうタブがありますが、それを一番右にスライドすると地図をダウンロードというボタンが出てきます。それを押すと対象範囲が決められるので台北全域なのか例えば台北駅周辺なのか、その指定範囲によってダウンロードするデータ容量が変わります。スマホの容量と相談して決めましょう。デメリットとしてはダウンロードしたマップとオンラインのマップでは表示される情報量が違います。オンラインではホテルやお店の情報が表示されますが、ダウンロードしたマップは基本的に道や建物などナビに必要な最小限に抑えられています。なのでお守り代わりなのかデータ容量を節約したい場面だけ使いましょう。ぜひこの3つを利用して現地でセイリーを快適に使ってみてください。次は日本に帰国した際にすることです。機内モードのままで iPhone の設定モバイル通信現地で使用していた eSIM を選択します。この回線をオンにするをオフにし、モバイル通信に戻って普段使用している SIM の回線とデータローミングをオンにします。そして機内モードを解除後に普段使用している回線が使用できれば完了です。旅行お疲れ様でした。ということで最後はセイリーのメリットデメリットについてお話しします。
まずはデメリット。一つ目、現地携帯電話番号の割り当てがないです。現地の空港で購入するSIMには、現地で使える電話番号が付与されているものがあります。セイリーはデータ通信専用のSIMなので、例えば現地でお店の予約をしたい場合や、現地で日本国内で使用しているアプリの2段階認証をしたい場合、そういった場面ではセイリーだと不便です。ただ経験上、現地のお店を現地語で予約することは一度もありませんし、例えば日本のアプリで言うと、証券アプリとか銀行アプリとかを現地で開くことはありません。セイリーのようなデータ専用SIMでも、LINE などのチャットアプリで通話は可能なので、同行者との連絡も困らないですし、結論、電話番号ってあったら便利くらいだと思います。デメリット2つ目、すべてのデバイスに対応していないことです。はじめの方で解説しましたが、eSIM と SIM フリーに対応したスマホしか、セイリーなどの海外向け eSIM は使えません。スマホにあまり詳しくない人からすると、使えるのか使えないのか、ちょっと難しく感じるかもしれません。でも、もし海外旅行が好きで、まだ eSIM や SIM フリーに対応したスマホを持っていないなら、この機会に機種変更してみるのもありだと思います。ここからはセイリーのメリットになりますが、セイリーは紹介したように一度使ってみたら戻れないくらい簡単で便利なサービスです。一昔前であれば空港で Wi-Fi をレンタルしたり返却したり、現地の空港で SIM を契約するのに並んだり、深夜便で到着して現地の空港 SIM が空いてなかったり、 Amazon で物理 SIM を買って持って行っても現地でうまく設定とか接続ができなかったり、国内キャリアの海外利用分も容量が 2GB くらいと物足りない場合もあるし、詳しく聞きたいけどサポート窓口がどこかもわからなかったり、そういった悩みはセイリーで解決できます。他にも繰り返しになりますが、現地の人が使う大手キャリアの安定した電波をつかみ自動で切り替えてくれるので安心感が違います。通信速度が安定していれば、海外でも動画視聴やゲームなど日本国内と同じようにスマホを使って楽しむことができます。データも 1GB から購入や追加ができるので、ちょっとだけデータが足りない場面って結構あるんですよね。そういった場面でも気軽に購入ができます。それとセイリーには24時間365日のサポートがあります。現在はチャットサポートのみにはなりますが、日本語で質問することが可能です。さらに全額返金保証付きなので、例えばうまくアクティベートができないとか、事前準備していったのに現地で通信ができなかったなど、チャットサポートに問い合わせればアクティベートをしていた後でも全額返金してくれます。ちなみに台湾を例として現地空港 SIM と価格の比較をしてみましょう。現地空港 SIM は容量は無制限で、使用する日数で料金が分かれていたりします。セイリーと比較しても一番利用者が多そうな3日とか5日ではほとんど価格は変わりません。通信品質は同じと考えると、データ無制限、音声通話もついている現地 SIM が強いです。その分旅行者が多い時間帯であれば SIM カウンターは混みますし、新日の台湾であっても日本語で対応してくれるとは限りません。セイリーなら事前設定だし、入国後はすぐつながるし、だから入国ゲートを出て両替をし、すぐに鉄道やバスに乗ることが可能なので、スムーズなのはセイリーです。さらにセイリーでは不定期ですがギフトキャンペーンもやっていて、ギフトは通常5ギガのプランが7ギガまで増えたり、10ギガなら15ギガまで、20ギガなら25ギガまで増量され、さらにこのチャンネルの初回 15% オフクーポンと併用すれば現地空港 SIM よりお得になります。ということで、海外向け eSIM セイリーをまとめると、 eSIM だから旅行先での時間ロスが少なく、データローミング料金を最小限に抑えることができ、安全で信頼性の高い通信サービス、180カ国以上に対応、24時間365日サポート、1ギガからデータプランがあり、価格がリーズナブルで、さらに 15% オフやギフトキャンペーンもあり、しかも全額返金保証付き、そういったサービスとなります。海外向けと言いましたが、今回通信の検証は日本で行っているので、日本国内の一時的なデータ通信用としても使えます。詳細は概要欄のリンクをチェックするか、ブログにもまとめていますので、そちらをチェックしてみてください。はい、いかがでしたでしょうか。本日は海外向け eSIM セイリーをレビューしてきました。本当これから海外旅行行く人、ぜひ一度使ってみてください。もうあれこれ考えずにセイリーアプリを一度インストールしておけば、あとは毎回空港に行ってからサクッとデータプランを購入して、そして現地に着いたら楽につながるので、余計な手間も心配も不要なんです。とはいえ使ってみて馴染めなかったら返金の相談もできるので、まずは一度使ってみてください。詳細は
は概要欄にあるリンクかブログに詳しくまとめてあるので、そちらを参考にしてみてください。はい、ということで本日も動画のご視聴ありがとうございます。本日の動画が良ければチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。またジョージガジェットというガジェットと人生楽しむためのブログマガジンやってます。概要欄からチェックお願いします。 TwitterX のフォローもよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。じゃあねー。